こんにちは、ご視聴ありがとうございますダブルイーグルのエアロノックス AR15 以前レビューしたやつですねこれのケストレルっていうあの電子トリガーシステムスマホで制御できるやつねあれがなんか h t c さんから単品で販売されるらしいので、まあ、そこらへんとあとねこれって11.1でも動かしていいらしいので7.4ボルトと11.1ボルトでどれぐらいレスポンスが違うかっていうのも試したいと思います こちらノーマルで手を加えてない感じですね。まあ、ダットサイトはつけました。7.4ボルトのリポバッテリーと11.1ボルトのリポバッテリー。8.347ボルトと12.4ボルトでした。バッテリー入れましょうか。まあ思いっきり引いといて、でこの部分を下に下げて、そこを外します。入れて、つなぎましょうか。はい。 これ立ち上げますね立ち上げて、あ、もうすでにケストレル、ケストレル V2 なんで、これを選びますあ。もうすでにね、近くにいるので、つ、ま、な、あ、ぎますね。これのリンクね、全然一発で大体いきますね。はい。えー、8が6つでしたっけ。はいあ。もちろん後で変更もできますと。セレクターを。 まあ,セミフルあ,あとこれね AUG っていうモードがあるんですよ AUG ってトリガー浅く引くとセミで深く引き切るとフロートねこれやってみましょうかと浅く引くとセミで引くとフロート面白いですねまあ普通セミだけで打って引き切って振るとでバイナリービナリーなんていうのかなこれは 往復ででつんですね引いて打って離して出ると。だからトリガーを一回引くだけ2発出るんですね面白い。スナイパーモードにすると、この決められた時間、今2秒。だから、打って2秒間はもう打てない。<laughs> 面白いですねいや。ピコっていって、そしたらまた打てると。ああ、連射をたくさんしないようにっていうものなんですね。面白いですね。 これれ感度を上げれるんですよ今一番低くなってるんで結構奥ですよねじゃあ真ん中ぐらいにしましたそうですね今度後ろ遊びができる感じですねまあ私は一番好みは一番こう感度が高いともうちょっと引けばほらいいですね素晴らしい これ、ね、シングルギアとダブルセクターも対応してるんですねもちろんこれノーマルなんでそうですねあとこのプリコックねはいあらかじめあの打つ前にコッキングしてくれるってやつですよねだからプリコックゼロ、まあ、この状態だともう全然プリコックしないっていう感じですよねこう押してから回ってる感じがしますよね でこれをどれぐらいまでいけるんだろうまあ11まで行きましょうかああ切れがよろしくなった気がしますねはいこれで20これ行きすぎるとねあ大丈夫だ20いけますねじゃあ30 おいけるえここまでいけるの ?43 えどこまでいけるの五 ?52 あもうさすがにここら辺はバースですよねこれ行き過ぎだと、まあ、こうやってプリコックレベルを調整するとですよね なお行きと帰りでね、ちょっと違うかもしれないですけど、まあ、すごいプリコック効いてますね。ちょっと押せば、すぐ出て出てから回ってる感がありますよね。まあ、これで一応言っときますか。でこれで、あのね、11.1にするとって、あんまり早いサイクルで回すと壊れるんですって。だから、フロートはちょっとサイクルを11.1にするとき落とした方がいいらしいです。 ちょっと今、11.1じゃないけど、フルオートのサイクルがかなり遅くなってます。まあ一応念のため落としておきますね。あ BB 弾、何発、あの、リアルカウント的なことできるんですね。まあこれはオフにしておきましょう。バッテリーの状態、リポ100%、いいですね。ローバッテリーウォーニングとかあるんだ。はい。では、ノーマルで打ってみます。送ります。 おやっぱりいいけどやっぱり7.4なんでなんかノーマルだしねやっぱり打ってパッときて打つのはいいんですけどこの2発目がやっぱりねモーターが回ってるなっていうもうちょっと感じますねやっぱりちょっと7.4ボルトか11楽しみですねちょっとやってみますねバッテリー11に変えました 11.1っていう記述は特にないんですね。ただ多分ね、プリコックレベルが、あやっぱりね、早く回ってる分、また違うんですよね。まあ、これでいけそうですよね。うん、いいですね。でサイクルコントロールかけてるので、まあ、フルートのサイクルも、まあ、これぐらいの一人だと多分安心でしょう。はい、いやー、楽しみですね。 送りますあやっぱりね全然違うかもいいやっぱりこの一発発射してる分にはあんま変わんないけどこ,こう二発目に行く時がねあ楽になりますこれ絶対わかるかもあこれいいですねあっがなくなった、まあ、という感じでね ノーマルでもこれで、ね、まあある程度まで全然大丈夫ですねへえこれが箱出しすごいですね違うかもわ HTG さんのモーター海外製電動ガンに最適交換するだけでレスポンスアップと私ね電動ガンほとんどばらさないんでタペットプレート壊れた時に 交換したぐらいでモーターをね交換するっていうのはど素人です果たしてできるでしょうか何かねレスポンスとサイクル両立するようなね7.4ボルトに最適なモーターらしいですこんな感じあ特に説明とかはないんですねまあ詳しくはこちらからっていう感じでしょうねこの2本のネジを外すみたいです ままあこんな感じで外しておきますネジ緩めるとテンションがかかっていってちょっと盛り上がるんですねはいこんな感じでモーターの取り回しどんなふうにしてるかっていうのをメモしておくんですってまあ今だとスマホで写真パチャって撮っとくのが一番楽なんじゃないでしょうかねなんで写真撮っときます <laughs> まず配線を外しますね どういう感じになってるんのこれ線引っ張ったら抜けましたこういう端子になってるんですねはいここに刺さってたとまあ、横に避けつつモーターを引っ張りましょうかおはいこんなモーターが入ってましたお当然のことながら大体同じぐらいの大きさですよね お,すごいお互い磁石同士なんか弾き合ってるこれなんかちゃんとスプリンの違いで戻るか確認大丈夫そうそしてカバーを戻しますねね締めますどうでしょういくかなあなんか音うるさいですねこれ調整しました適当にマイナスドライバーの大きなやつやっちゃったからちょっとギザギザになっちゃって8ミリ 8 × 1 5 0ミリっていうやつを変えましたなんか一番音がしない場所がいいらしいですでなんか軽く締めていいところから12回転緩めたところがいいことが多いらしいんですけどどうですかねじゃ軽く締めていきましょうかちょっとなんか音が金属音がしますね 緩めていきますあ、音静かになりましたねでもいいけど、じゃあ 1, 1回転ぐらい緩めましょうかあ,あ、いい感じですね、なるほどこれでいきますスティールチャレンジのラウナーバートを打ちます あのゲストレルでプリコックの設定をしてモーター変えただけなんですけど確かにねもう普通にある程度もうそれは限界ギリギリになるとねいろいろトリガーの詰めしたりですとか、まあ、いろいろフォアグリップとかまあるんですけどまあ普通にこれでまあトップタイムに近いタイムが普通に出せるのであのうんまあ細かい好みとか言っていけばね いろいろカスタムしても,もっとあると思うんですけど、まあ、これで OK だったら全然あれですねあの試合でもうトップの人が使っても全くこれでもいいんじゃないかなっていう感じがするいやーいい時代になると思うんですねこれ本体買ってモーター買ってあとはスマホで設定するだけで十分ね満足できるレスポンスが得られると思いますしこれはすごいですねはい。 というわけで以前にもねいっぱいレースガン紹介していますので、ぜひ他もご覧いただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。